ブリジット・エンゲラーは、チュニジア出身のフランスのピアニスト。チュニスの生まれ。ゼンプヤン・ケフェレックは有名な作家であり、その姉のアンのケフェレックは、ピアニスト仲間で、ラフォル・ジュルネやラフォル・ジュルネをジャポン、熱狂の日音楽祭で一緒に出演している。3歳からピアノを始め、9歳で、シャンゼリゼ劇場でデビューを飾る。11歳で、フランスに移り、パリ音楽院で、 デュセット・デカーブの指導を受けた。15歳でパリ音楽院で万丈一致の一等賞を獲得する。1969年のロンティボー国際コンクールのピアノ部門で第6位を獲得し、モスクワ音楽院に招かれてスタニスラフ・ネーガウスの下で5年間研鑽を積んだ。その後、1978年にエリザベート王妃国際音楽コンクールで第3位となった。 カラヤンに見出され、1982年に、ベルリンフィルハーモニー管弦楽団の創立100周年、記念柄コンサートに出演して、以降、国際的なピアニストとして活躍していた。晩年は、シでのピアノや二台のピアノの作品で、ボリス・ベレゾフスキーとペアを組んでいた。レパートリーは広かったが、フランツリストやシューベルトの録音が多い。パリでガンにより死去。 abc マーゴリート・フォックスブリジット・イングレルピアニストウィズ・シンギュラースタイルデ s エス・アット59ザ・ニューヨークタイムズ https www. ニータイムズ .com 2012-0630アーツ・ミュージックブリジット・イングレルフレンチ・ピアニストダイズ at -59 ・アット -59 html 2018年7月24日閲覧 ab ブリジット・イングレル。ザ・テレグラフ、https コロンスラッシュスラッシュ www. テレグラフ .co.uk スラッシュニューススラッシュ obituaries スラッシュ9355128スラッシュ brigitte-engerer.html2018 年7月24日閲覧ありがとうございます。